こんにちは、カツオです。今回は日本の牛丼屋さんでご飯を食べる様子をお届けしたいと思います。こちらは日本で一番有名な牛丼レストランの松屋です。日本中いろんなとこにお店があるので、どこでもすぐ食べることができます。注文は店に入る前にこのようにタッチパネルで選びます。そもそも牛丼というのは、丼の中に入れたご飯の上に甘辛く煮た牛肉を盛り付けた日本の料理です。安くて手軽に食べられるので日本人の間では大人気です。牛丼だけでなく、ハンバーグやカレー、定食までいろんなメニューがあります。今回は期間限定のキムタマ牛めしという牛丼の上にキムチと生卵が乗った料理を注文することにしました。こちらが店内の様子です。カウンター席中心で、間にはコロナウイルス対策のために仕切りが置いてあります。厨房はこのようになっていて、店員さんが一人で料理を作ります。まず最初に店員さんが水を持ってきてくれ、その後で食券を確認します。はい、ということでこちらがキムタマ牛めしと野菜のセットです。このように上にはキムチと海苔が乗っています。牛肉が美味しそうですね。こちらはミニサラダです。隣にあるのは生卵です。こちらは牛丼についてくるお味噌汁です。温かくて美味しいです。こちらは生卵の白身と黄身を分けるための道具です。そしてこちらは牛丼にかけて食べるための黒七味唐辛子です。辛くて香りがよく、とても美味しくなります。それでは早速生卵を割るところから始めていきます。こちらの道具に卵を入れて白身と黄身を分離します。はい、失敗しました。もう一度気を取り直してやり直したいと思います。今度はうまくいきましたね。こんな風に黄身だけが残っています。こちらを牛丼の上に乗っけて潰して食べていきます。こちらはごまドレッシングです。松屋にはいくつかドレッシングが置いてあって、私が一番好きなのはこちらのごまドレッシングです。ドレッシングをかけてミニサラダをいただきたいと思います。みずみずしくてとても美味しいですね。ということで、今度は黒七味唐辛子を牛丼の上にかけて食べていきたいと思います。私は辛いのが大好きなので、とてもありがたいです。その前にお味噌汁を少しいただきます。温かくてとても美味しいですね。今度こそ牛丼をいただきたいと思います。キムチと一緒に食べていきます。
卵の黄身も口の中でとろけてとても美味しいですね。すごく合います。牛丼は安くて早く食べられるのも特徴です。丼にすべて乗っかっているのでとても効率よく食べられますよね。残った白身ももったいないので入れてしまいます。うん、これはこれで美味しい。店員さんが気を使ってお水をもう一杯持ってきてくれました。こういう気配りも嬉しいですよね。ということで、あっという間に食べ終わりました。皆さんも日本に来た時は牛丼屋さんにぜひ行ってみてください。それでは今回はこれぐらいで終わりたいと思います。どうもごちそうさまでした。